ったりとかあるから、ね、そう。で作ってるんですけど、まあオールラウンドに近いコナミモードを。こんにちは、村田良です。今日の動画なんですけど、何を、していくかと言いますと、今回は自分の、サーフボードのオーダー基準、僕はいつも、フルカスタムで、オーダーを出しているんですけど、それはどういうふうに、どういうふうな考えをして、オーダーをしていっているかっていうのを、皆さんに、伝えていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。自分は結構プロサーファーとか上手いサーファーはみんな普通にそうなんですけど、小波とでかい波、軽めの波とか速くなってきた波に対応して板を変えていくんですけど、自分も結構波によって板を変えているんですけど、それについて話していきます。まずじゃあ紹介していくのが、はい、このサーフボードなんですけど、オールラウンドです。オールラウンドっていうのは小波のももぐらいから、頭半まで使える幅の広い、板になっています。参考にしてもらったらいいんですけど、身長562センチの、体重が62キロです。でそれで板のスペックを、言っていくんですけど、長さは5.7ハーフ、で幅が18と8分の1で、厚みが2と4分の1で、リッターが24リッターで、テールは、ランドスカッシュになっています。はい、なんでこのサイズ、なんでこのスペックの板にしたかというと、これはまあ、いい波用というか、でかい波までいけるオールアンド設定の板なんですけど、自分のサイズ、オーダー基準としては、体重と身長、あと自分の技量と、パワーを、参考目安にして、オーダーしています。で、自分は結構昔からずっと、パドルが遅くて、かなり遅くて、でテイクオフもかなり遅くて、でそれずっと悩んでいて、でその時はこの上のレールの幅、レールの厚みも、太くしていったんですけど、最近はいろんな、トレーニング、パーソナルトレーニングでいろんなとこに、体力がついてきて、でまた違う感じの板になってくるんですけど、で最近、下半身とか体幹に、力が、パワーがついて、でその部分では、パドル筋もちょっとついたので、ここのノーズの辺の厚みは少し落として、このレールのボリュームを、厚みを、ボリュームの厚みを、太くして、ここを太くすることによって、まあ、パワーがない人はあんまり厚くしない方がいいんですけど、パワーがついてきたと思ったらここを厚くすると、ターンした時により、スプレーが飛んだり、迫力のあるサーフィンに、見えるから、自分はトレーニングしてきて、いろいろパワーがついてきたと思ったので、ここのレールを少し厚めにしました。はい、チャンネル登録よろしく。で次は、テールの形の話なんですけど、この板はランドスカッシュっていうテールの名前なんですけど、この板は、日本の波とか桃から、頭の波のサイズの基準で、サーフボードを作ったんですけど、その頭から上とか頭半とか、例えばバリのクラマスとか、パワーがあってでかい波、台湾とかもそうなんですけど、そのぐらいでかくなってきてフェイスが硬くなってきて、パワーのある波のところに行った場合は、自分はこれは5.7ハーフなんですけど、半分サイズを上げて5.8にして、でテールは、ランドテールにします。ランドテールにすることによって、その大きなターンができるし、こうでかい波、パワーある波でこのテールを使って、このキュッキュ、レールをテールだけ使って、このキュッキュキュッキュ
しても、大きな波では全然対応できないし、見栄えも良くないし点数も、出づらいので、ランドテールにすることによってこうキュッてテールだけで回したくても回せないからこうどうしても大きなターンになるのでそれはかなりそのために、でかい波になってくると、ランドテールに僕は変更します。はい、次なんですけど、この板は、トーナミオに向けて、作ったサーフボードです、サイズは5×6 で幅が18と2分の1で厚みが2と4分の1でリッターが 24.5リッターのテールが、さっきと一緒のランドスカッシュになっています。でトーナミオと、少しオールランドの大きい波をさっき説明した板と、何が違うかっていうのを、話していきたいと思います。コナミ用は、少し、サイズを1インチ小さくして長さが、さっきの板と比べて1インチ短くした分、幅を広めてボリュームがある板にしています。でその理由っていうのが、コナミっていうのはこの押してでかい波に比べて押してくれない波が多くて、まあ経験ある人が多いと思うんですけど、このパドルしていってもなかなか押してくれないし、パドルのところでスピードをつけないとその波っていうのは、うまくいかんし、まずパドルがテイクオフっていうのが勝負になってくると思うんですけど、だからそのそれもあるし、浮力がないと、さっきのオールランドの板みたいに、ちょっと厚みが少し、細い板なのでコナミに挑戦しても沈んでしまったりなかなか加速しない、場合があるので、コナミっていうのは、オールランドボードより少しボリュームを上げてで幅も広げてでその分、板を短くします。でロッカーの話なんですけど、コナミとか、タルイナミっていうのは、少しロッカーをフラット気味にします、テールもノーズも。でも僕は、結構昔から、他のサーファーとかに比べて見てもらったら分かるんですけど、ロッカーが少しフラットじゃなくて、まあオールランドボードに比べたらフラットなんですけど、そこまでフラットじゃないロッカーの板を、いつも使っています。このロッカーをフラットにしない理由っていうのは、このロッカーがフラットな分、スピードが出て加速してこう走れるのは走れる、コナミでも走れるんですけど、自分はこのロッカーがフラットにするとこの走れるっていうのに頼ってその波を無駄にしたり、この自分が目指しているこのボトムトゥートップの上下の動きが忘れてしまったりして、この走れる波に簡単に走れるのに頼りすぎて、そのトップアクションボトムトゥートップこの縦の動きを忘れてしまって走るだけに意識になって、そういう動きの癖がついてしまったりするので、僕はそういうのがすごく、嫌やからフラットなロッカーの板はあまり使わないようにしています。チャンネル登録よろしく。自分は、もう一つコナミ用ボードっていう、どうにもコナミ用ボードっていうそういうのはあまり作らなくて、その理由っていうのは、コナミ用ボードに頼ってしまうと、それに頼ってしまってさっきも言ったんですけど、僕が目指しているこのボトムトゥートップのサーフィンがしづらくなったり、自分の癖でこの板に頼ってしまって走るサーフィンだけになるから、だからその僕はあんまり EPS も頼まないし、あともうゴッテゴテの太い、2パドルぐらいで立てるぐらいの板っていうのはあまり作らなくて、だから一応コナミボードで作ってるんですけど、まあオールランドに近いコナミボードをいつも僕は、そういうのに調整して、作っています。
こんな感じでサーフボードを説明していったんですけど、最後にフィンの説明をしていきたいと思います。で、自分がいつも使っているフィンっていうのはこのジュリアン・ウィルソンモデルのラージサイズと、アルメリックのミディアムを使っています。で、まずこのジュリアン・ウィルソンの説明をするんですけど、このフィンを使っている理由っていうのは、まあ、ドライブ感のあるサーフィン、あとパワーのあるサーフィンを目指しているからこそ、このフィンを使っているし、あと最近パワーも少しずつついてきて、だから体重が62キロあるんですけど、それによって、ミディアムだとちょっと抜ける感覚があるので、最近ではラージに変えて、これでサーフィンをしています。で、もう一つなんですけど、これアルメリック、これはミディアムなんですけど、このアルメリックのフィンと、さっき説明したこのジュリアン・ウィルソンのフィンっていうのは、テンプレートが少し似ていて、だから、気に入ってるっていうのもあるんですけど、まあ、このフィンっていうのは僕が、すごい好きな技、テールを抜いた、ブローテール、飛ぶ技なんですけど、そういうのが好きだからこのフィンっていうのは少しその技の練習をするときにかなり使っているフィンで、抜けがいい、悪い意味じゃなくて悪い意味で抜けがいいフィンだと思います。で、これはミディアムなんですけど、今はそこまでそのブローテールエアーが得意じゃないから、ミディアムで、抜けがいいフィンで、練習をしていて、だから得意になってきたらこれもラージサイズに変えて、パワーのあるエアーを、練習していきたいと思います。だから、この2つのフィンを使い分けて、僕はサーフィンをいつもしています。はい、今回はこんな感じでサーフボードの僕の、オーダーの仕方とか自分が気に入っているサイズの、紹介をしていきました。どうしたでしょうか。はい、まあこんな感じでやっていたんですけど、まあ少しでも参考になればいいなとか思います。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもためになったなとかおもろかったなとか思ったら、チャンネル登録とインスタグラムフォロー、よろしくお願いします。今回もありがとうございました。どうも。